はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。月曜土曜生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、この前この次男にね、うちの子供のね、次男なんですけども、その晩ご飯何食べたいって聞いたらね、お肉焼きって言いよったんですよ。まあ焼肉のことなんですけども、こう鉄板の上で、ホットプレートか、ホットプレートですね、ホットプレートでお肉を焼くその工程もうちの子らにとっては焼肉なんです。なのでこうキッチンでね、こうフライパンで焼いてお皿に乗せて出すと、まあ、食べますけど、なんとなくこう乗り気じゃないんですね。でまあ鶏肉やったらお皿に出されても食べれるんですけど、まあそんな焼肉の話なんですけども、まあ、以前その豚肉のねそうですね、以前ね豚肉の話を少ししましたけども、今回はねもう牛肉です。牛肉というかまあホルモンですね。まあそのホルモンといえばそのてっちゃんとかレバーなんですけども、てっちゃんに通じるんかな、まあ、地域によってねその部位の呼び方が違うと思うんですけども、島町とかね丸町とか、まあ、とりあえず町です。そしてレバーですね。でレバーはレバーですよね、肝臓やったかなね。でまあ、生レバーもね僕好きなんですけども、焼きレバーも好きなんですよ。まあその焼肉をね、まあ、普通のお肉もまあよく焼いてですね、まあ、しっかりこう火を通して、あとねこのしそで巻いてこう食べるんです。しその葉は大葉ですね。大葉、こうサニーレタスとか、何サンチュ何でしたっけ、忘れましたけども、とかでねよく巻くのは今までこう一般的にはねよく聞きますけども、最近はその僕はシソの葉で巻いて食べるのにハマっております。まあね、このすごいねあっさりしてね美味しいんですよ。でまあそれ普通のお肉で試す分なんですけどもね、まあ、ホルモンの場合はね、まあそのやっぱホルモンなのでね、内臓なので、まあ、しっかりこうね火を通してですよ焼きたいので、その待ち時間にがそのまあちょうどいい休憩になりますよね。普通の焼肉でね、普通の焼肉じゃない、普通のお肉で、まあ、その、シソとかね、サニーレタスとかで巻いて食べるんですけども、それちょっとまあ、ああ、ちょっと食べたなぁと思ってるその時に、しっかりこう、ホルモンをその間に焼いとくと、違うね、その違う空きスペースでね、焼いとくということをね、すると、まあ、それがいい休憩になりますね。そしてその焼き上がったてっちゃん、ね、まあ、普通のお肉よりもこの脂が、まあ、普通のお肉ってその赤身の肉とかよりもね、その脂がすごく多くてめっちゃ美味しかったんです、まあ、そして何よりもねその普通のお肉よりもね食べやすかったんです。こう脂がすごくて口触りも柔らかくてね、喉越しもね全然痛くないんですよ。まあそのね、口の中の粘膜障害がねまだまだあるので、まあ、ホルモンの脂がねいいこう潤滑液に、ね、なってくれました。そしてそのねレバーもしっかり焼かんとあかんからね、こう焼きながらこうハサミでこうチョキンってレバーを切りながらね、このこうね中身をこうしっかり確認しながら火の通りをね確かめてみました。ほんでまあそのいい具合になって食べ頃になると、こうこれがまた美味しくってね、たまりませんでした。こうなんていうんですかね、レバーのような癖ですよね。癖のあると言われている味はね、そのお肉とかっていう食べ物とかですからね、味覚障害であってもね、変わらぬ味でしたね。いや、嬉しかった、美味しかったし、ほんまに。いや、でもやっぱその、まあ、多少はその味覚障害がマシになってきてるっていうのもあると思うんです。自分の中でね。なので、その、食べてた頃のレバーの味やってこうね、思えましたね。あ、その、もちろんね、今回もね、タレは全然つけてませんよ。その、お肉そのものの、ね、だからホルモン、何今日さっき言ったの、てっちゃん、ね、腸ね、腸。腸ですわ。腸の味と、腸の味って何に怖いな。腸と、レバーね。レバーの味と、その、お肉のしそ巻きね。それの味を味わうために、
うん、まあというかね、まあその口の中がただれて染みて痛いんで、まあ、つけてなかったんですけども、まあその今回のホルモンもまあしっかり火を通して食べないとね、普通のお肉と比べるとやっぱ食中毒が怖いんで、まあ、無事に食べれてよかったです。ね、こうコメントで皆さんにねお寄せいただいた中でね、あのお正月の食べ物がね楽しみですねとね、あの読ませていただいた文明を見てね、まあ、ほんまにそうやなと思いましたね。まあ、いろんなものにねしっかり火を通して食べるものをこれからもねしっかり増やしていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。